スペースモンキーズ TV。 ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ、11月の半ばになってめちゃくちゃ寒くなりましたよね。今日はね、もうタイトルとサムネイル見ちゃうと分かる通りリール掃除します。まあ簡単にやる簡易メンテナンスの紹介動画になるんですけど、俺ねこのリールね今年ね1回ぐらいしか掃除してないんですよ。めちゃくちゃゴミ溜まってます。もうウィードの残りとか泥とかめちゃくちゃ巻き上げて相当汚いに綺麗に簡単なねやり方やっていこうと思います。皆さんもこの時期ね本当に寒くなってなかなか釣り出なくなったなっつって釣り具をねしまっちゃう方もいるかもしれませんが、まあそういった時でもちょっと綺麗にしていくことでサビ防止トラブル防止、そういったことにつながるとね、これの動画をね参考にしてくださればいいかなと思います。本当に簡単なやり方、俺が毎日やってるやつですね。いや毎日じゃない、毎日はさすがにやってない。遠征出たらやってるメンテナンス方法を紹介したいと思います。それではいってやって、俺の口もメンテナンス、それではやっていきましょう。レッツゴー。さあ、自分が使ってるベイトリールはこちら、シマの07メタニウム。この形が好きでね、ずっと使ってます。相当汚れてます。これはやばいね。これを今日一掃していくわけですが、他に用意するものは綿棒ですね。これももうね、どこの薬局とか100均で売ってるような綿棒でいいです。でキッチンペーパー、これが一番いいっすね。タオルとかティッシュとか使うとね、結構ねホコリが立っちゃうんで、これがね油の吸水性も良くて、どこのご家庭にもあるんじゃないかなと思います。で純正の島のグリス、これがパーツクリーナー F0。 これはねベアリングを掃除するスプレーですね。でそのベアリングを中に入れて、これにプーって吹きかけることによって油が浮くんでね、そのためのケース。であとはリールを購入すると、シマのリールを購入するとついてくる、これがオイル、これを使っていきます。まずは全体的にリールを拭いていきます。キッチンペーパーやちょっとね濡らしたようなタオルでも全然問題ない。これでね周りをよく拭きます。まず大きなね汚れとかをこれで拭き取っちゃいます。これで拭き取っただけでもね、見て、ちょっと拭いただけですっげえ汚れ取れます。ね、これがね、本当に内部のね、こういったギアに何らかの形で入っちゃったりするとね、本当故障の原因になっちゃったり、サビの原因になっちゃうんで、綺麗にしていきましょう。すごいっすね。さあ、こういった細かいところ、これをね、綿棒で綺麗にしていきます。これね、おすすめの綿棒なんですけど、このね、なんていうの、ギザギザがついてるやつ、100均で売ってるんですよね。これめちゃくちゃ綺麗になりますよ。ちょっと拭いただけで、このウィードカス。やば。これは俺相当メンテサボってたな。でもよう釣りってる証拠だね。さあ、クラッチの部分もかなり汚いんでね、これもね、拭き上げていきます。こういうとこって意外とね、こう目につかないところなんですけど、結構汚いっすよ。うわぁ、すっげえ。ちょっとやばいわ。あららららら。次はスプールを外して、この中を拭いていきます。で、スプールのこのね、軸の棒ですね。これも拭いていきます。結構ね、これ、こうやって拭き上げると、割とね、こういった感じでね、鉄サビとかね、ウィードの汚れがしっかりついてます。こういうのがね、本当にね、溜まっていくとね、故障の原因になるんで、しっかり拭いていきます。はい、次はブレーキが干渉するこの壁を拭き上げていきます。このね、年代だとね、こういうブレーキシューが当たって、ここにね、壁に干渉することによって、ブレーキが効くと。で、ここがね、やっぱりね、ゴミとかね、土とか、ウィードのね、カスとかついてるとね、ブレーキ滑るんで。こういったね、ブレーキシューはね、キャストすることによって遠心力で、プッとね、外に動いて、これがね、干渉するんですね。だからね、ここってやっぱりね、重要なんですよね。ここをね、拭いていきます。そしたら次はこの中。ここも結構ね、汚れるんですよ。まあ、見てください。茶色くなってますね。これを拭いていきます。ちなみに、ここまでに使った綿棒、本数こんな感じ。もうね、すごいね、ウィードカスとかゴミがいっぱいついてて。結構だから綿棒用意した方がいいっす。さあ、見てください。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。こんだけクリーンアップされると気持ちがいい。で、反対側も。こんだけ綺麗。ね。古いリールですが、07メタニウムに惚れ込んだ理由っていうのが、この深みのあるシルバー。戻ってきましたね。後ろも綺麗。ってところで次。これ。ベアリングの掃除いきます。どんだけ油出るかね。あんま出ないかもしんないな。さあ、ベアリングの外し方ですが、このね、ピンがついてるんですよね。それを精密ドライバーで、プッとね、外していきます。ただ、これ飛ばないようにね、このピンがなくなるとね、ダメなんですよ。注文してほんと時間かかっちゃうんで、飛ばないようにしっかり押さえて、外していきます。この間に軽くかけて、ピンをプッと外す。しっかり押さえながらやった方がいいです。お、このピンがなくなるとほんとね、注文してくるまで下手すりゃもう2週間、1ヶ月ぐらい待つかもわからん。なんで、しっかりと、
こういうケースに入れておきましょう。さあ、反対側メカニカルキャップを外すとここについてます。これも同じですね。ピンを外していきます。そうして外れたところ軽く綿棒で拭き取る感じかな。さっと拭き取ってね。で、この周りも拭き取ります。ここあとね、グリスアップしていきます。ここで登場 F0 パーツクリーナー。これも定番っすね。昔から使ってます。これを吹きかけていきます。めっちゃ吹きかけちゃったけど、いいか。ドブ漬けだ。で、最初にちょっと言い忘れちゃったんですけど、ボディを吹くときには、オイルとか、あとは、アルコールなんかで吹かないようにしてください。オイルがね、飛んじゃって、故障の原因になります。なんで、空吹きか、ちょっとだけ濡らしてね、吹くとか、水で濡らして。それが、やっぱり望ましいですね。故障の原因になりますので、やめてください。さあ、どのぐらい、この、パーツクリーナーが濁ってるか。これに、このオイルを染み込ませて、どのぐらい汚れるか見ていきましょう。おー、染み込ませてみたんですが、そんなに汚れはないかな。ただ、やっぱりね、粉、鉄粉みたいのが入ってますね。そんなに汚れてなかったみたいですね。ただね、よーく見ると、こういった砂が入ってます。ここにも砂。こういうのがね、やっぱりね、ベアリングに入ると異音の原因になるし、これで距離が1メーターもしかしたら短くなるかもしれないからね。まあ、それは言い過ぎか。まあ、でもそういう気持ちの問題だから。やっぱりね、綺麗でね、こういったものが混ざってないのが長持ちします。さあ、ベアリングを元に戻したら次はグリスアップ。これはね、まあ、ベアリングちょっとね、これ純正じゃなくて、まあ、カットビチューニング用に変えてあるんですけど、まあ、それに適したオイルがいいかなと。シマノのベアリングだったらシマノ純正のこのベアリングオイルがあります。でもこれもちょっと違うんで、自分のね、好きなものを使っていただいて結構だと思います。そのベアリングを変えたならば、その専用のオイルとか、もしくはグリッチオイルとか今流行ってますしね。まあ、そんな感じで注油していきます。で、この注油の注意点は、こういったね、スプレー型の、僕はね、このオイルを使ってるんですけど、1秒以下。プシュッてやって1秒以下。もしくは一番いいのは、このノズルに溜まってくるこの一滴をトンって垂らすだけで OK レベルだと思います。これはなんかメンテナンスしてる人に教えてもらった。これでも OK だそうです。あまり入れすぎるのは NG。1秒以下の噴霧ってめっちゃ難しいんだよね。本当に。手プルプルだよね。で、この後に、ここ。この軸にですね、これです。シマノのリングにね、買うともともとついてくるこのオイル。これをね、トルッと垂らして、で、あとは元に戻すだけ。トゥルッと垂らしてね、塗って、これで戻します。さあ、そして次はここ。ここのね、オイルをつけていきます。これはね、シマノ純正のグリースを塗っていきます。これもね、また微量です。塗りすぎるのは本当良くないということで、これですね。これはもう、純正スプレー。で、この塗り方なんですけど、綿棒を用意します。綿棒ね。これにシュッと一吹き、米粒サイズ。こんなもんかな。これを塗っていきます。直接スプレーノズルを近づけてシュッてするのは NG です。で、最後にこのキャップ周りね。キャップ周りにも塗って、グリスを塗って、これで終了かな。OK、出来上がり。綺麗になったね。これでまたね、なんやかんや言ってね。これでもっとルアー飛ぶようになったんじゃねえかなって思うわけじゃないですか。また釣りに行きたくなっちゃうんですよ。ね、この11月寒くなって、もういいかなーつってメンテナンス終わって、だいたい次の日みんな釣り行くんですわ。そうそうそう、その意欲向上させるためにも、リールのね、状態を維持するためにもね、このメンテナンス欠かさずやってみてください。久しぶりにやったけど、めっちゃ綺麗になった。皆さんもね、定期的にこういった掃除、メンテナンス、注油してね、気持ちを上げて釣りに行けば、きっと明日、魚が釣れるでしょう。俺も最近またね、魚釣ってねえから、明日行こうと思います。以上、メンテナンスと掃除動画でした。